日3回目の枠は性格免許証と恋愛免許証を作っていきたいと思うんですけど、そのためにね、あの S 君からちゃんと iPad を借りました。ちょっとね、あの聞いてほしい、ちょっと聞いてほしいんだけど、私よく弟くんのね話題を出すんですよ、配信で。でもそのたびに名前を言っちゃいそうで怖いのだから普段からの呼び方をもうねあだ名にして、もう本名呼ばないことにしたの。だから S 君って呼ぶことにしたの、普段から。 S 君から iPad を借りました。これはあの子が頑張って、これは何かな、このトップガーは何でしょう頑張ってね、お金貯めて買ってた iPad です。借りちゃった。これで性格免許証と恋愛免許証を作っていきたいんだけど、その前にね、そのさっきまでの枠のクイズがまだ2問ほど残ってたから、それをみんなに答えてもらってから性格免許証と恋愛免許証を作っていきたいと思います。みんなも一緒に作っていけたらいいね。その性格免許証と恋愛免許証っていうのは、そういうサイトがあって、なんかいくつかの質問に答えていって、それでなんか最終的にそのサイトが診断してくれて、それで性格免許証と恋愛免許証っていうのが作れるんですよ。そう、前もそうそう、前もやった。それのまあ今は変わってきてると思うんですよ、だいぶ変わってきてると思うから、もう一回やってみてもいいんじゃないかなと思ってやってみたいと思います。それではまずさっきの枠の続きのクイズ、2問ほど残ってるのでやっていきたいと思います。6問までやったから第7問からいきたいと思います。デレン、私が初めて飛行機に一人で乗ったのは広島空港から羽田空港なのですが、それは何歳っていうか何年生の時でしょうか。小学何年生とか中学何年生とか高校何年生とかあるんですけど、もう一回問題言います。私が初めて飛行機に乗ったのは、一人で飛行機に乗ったのは広島から羽田空港なんですけれども、何年生でしょうか。中学2年生、なんとですね、加入したのが中学2年生なんですけれども、そこで初めてではありません。違うんですよ。中1ブブー、小3ブブー、小5ブブー、なんとですね、中2ではないんですよ。5年生4年生、お、まさつぐさん正解です。正解は小学4年生の時に広島から羽田空港まで一人で飛行機に乗ったのが初めてでした。小4の時なんです、私が初めて飛行機に乗ったのは一人でね。飛行機はね、だいぶ一人じゃなかったら、家族連れとかあったら乗ることは多かったんですけど、初めて乗ったのは、まさつぐさんの答えの小4でした。そうです。なんで乗ったの、これおばあちゃん家に行くためだったかな、多分そうだと思います。てか遠い広島から羽田で商用なんておばあちゃん家くらいしかないからさ、飛行機のおもちゃもらった気がする。一人で怖くない、もうね、もうさすがに怖くないね。もうだって何千回飛行、何万はいかないかな、何千回飛行機乗ってんだろうなってぐらい乗ってる。ステッカーももらわなかった、ステッカーはもらいました。そう、もうもらえないけどねもうもらえないけど、なんか加入当時とかは私ママ大好きパパ大好きお家大好きの人間なんですよ。だから実はその加入当時、初めてその加入してから初めてお仕事で東京に行く時はもうね、飛行機で泣いたのよ飛行機で泣いて、まず飛行機でボロボロボロって泣いて、アテンダントさん
あのパパとママがそのキャビンアテンダーさんに頼んでたのよ。あのこの子その初めてなんですけれどもみたいな、初めてあの一人で乗るんだけどって頼んでくれてて、でキャビンアテンダーさんがすごい気にしてくれてて、私のこと泣いてたから大丈夫だよみたいに言ってくれてたんだけど中2でね言ってたんだけど、もうさすがに何も思わない。もうね、乗ったら寝る、乗って寝たらもう東京か広島着いてるって感じだったから、もうねさすがに何も思わないですね。ということで、私が初めて一人で飛行機に乗ったのは小学4年生でした。ラスト問題です。これは昔から私を知らない方でもいけると思います。ラスト問題いきます。今は高校3年生ということで3年 D 組、まあこれはねみんな多分知ってると思うんですけど、3年 D 組です。 D 組なんですけれども、中学校3年生の時は何組だったでしょうか。中学校3年生の時は果たして私は何組だったでしょうか。4組ブブー、5組お、クラーク銀次郎さん正解です。私は3年5組でした。おお、5組でした。3年5組でした。楽しかったな。3年生の時はね、あの6組まであって、6組中の5組でした。私ね言えると思う、多分1年 A 組、2年 C 組、3年4組、4年2組、5年2組、6年3組、1年2組、2年2組か、2年2組、3年5組でした。懐かしいな。担任の先生も言えると思うよ。担任の先生も言える気がする。みんなさ、小学校から中学校のさ担任の先生言える？学校楽しかったか覚えてる？もう学校超楽しかったよ。最近じゃん。まあ3年前までは中学生でした。言えません。マジ言えない？言える言えない、マジ。でも言えるよ。N 先生N 先生、T 先生、 N 先生、S 先生、 K 先生で、 K 先生で、中1から愛先生で、中2も愛先生で、中3が N 先生です。言える？高校だけ忘れた。高校はね K 先生男と女の先生どっちが多かった？でも女の先生が多いかも。私は小6だけかな。小6と中1と高校入ってからは男の先生なんですけど、それ以外は女の先生です。女の先生が多いかな私は。ということで、ラスト問題の中学校3年生の時は私は3年5組でした。イエーイ、懐かしいな。小学校とかめっちゃ楽しかったな。中学校も超楽しかったし、小学校から仲いいね子もいれば、中学校から仲良くていまだに遊ぶ子もいれば、高校も仲いい友達たくさんできて、そう。でも高校ってね
気づいたらやめていく子とかが多いと思うんだけど、なかなかあの D 組ね、ほとんどやめ、ほとんどっていうか0人ですね、やめた子教育実習で来た岡田先生、過去可愛かっただけは覚えてるしかも教育実習なんだあ、でもね、それあったら一個ある。中学校3年生の時に教育実習で、技術の先生かな、教育実習で技術で、なんか名前忘れちゃったんだけど、男の先生がね来たんだけど、その先生が技術の授業の時に、ねえねえって言われて、はいって言ったら、小学校の時さ4年2組だったでしょって言われて、あ、はい4年2組でしたって言ったら、え、俺4年2組の時行ったんだよ教育実習って言って、すごくない？だって4年生なんてさ、4年生から中3なんてだいぶ顔も変わったしさ、だいぶ顔も変わったし、しかも全然背丈とかも違うのに覚えててくれたの、すごくない？いい先生だと思いましたいい先生だと思った。4年生の時も行ったんだよって言ってくれて、確かに4年生の時、私4年生から6年生まで学級委員をしてたんですよ。学級委員をしてたから、それでその先生、その教育実習の先生とも関わる時が多かったから、もう覚えやすかったっていうのはあると思うんですけど、それでもね覚えててくれてめっちゃ嬉しくてめっちゃ嬉しかったです。そう、幼稚園のね頃もね、幼稚園広島じゃないんですけど、4年生じゃない幼稚園の先生とか、いまだに私のこと覚えてくれてる先生とかもいて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。何年教育実習行って、私が小学4年生の時のその教育実習は高校生の時で、高校のなんか教育の授業の一環として小学校に行くっていうのが多分その教育実習で、で多分中3の時は多分大学生になってその授業の一環で来たのかなと思います何年教育実習ってさ、ずっと大学留年しまくってってなるよ。そしたら幼稚園が一番楽しい。幼稚園のね、よくねママとかパパとね話す思い出はね、私が仲いい友達が、ずっと仲いい友、今も仲いい友達がいるんですけど、その友達もずっと一緒に遊んでて、でその子と、その女の子と私で一人の男の子を取り合ったらしいんですよ。違うな、一人の男の子を取り合ったっていうか、どっちもその男の子のことが好きで、でその男の子が七夕ってさ、幼稚園とかって願い事を短冊書くんですよ。短冊を書くんですけど、その男の子が1日目は〇〇ちゃんと結婚できますように、2日目はひなのちゃんと結婚できますようにって短冊で書いてたらしくて、めっちゃ面白いですね。それがねめちゃくちゃ面白いなと思いました、その話を聞いて。とか幼稚園の時なんだろうな、なんか私がその女の子と手つないで、なんか砂場とか滑り台とかを回って、なんかその各男の子に、ねえねえ、まるまるちゃんとひなのちゃんどっちが可愛いってね、聞いて回ってたんだって最低だな、私最低だなと思いました。僕は先生が好きだった。いいね、でもさ、中2の時の職場体験で私保育園に行ったんですよ。もう可愛くて、もう本当に可愛くて、やっぱりですね、
最初私はちっちゃい子、もう本当にお話もまともにできないくらいのちっちゃい子、1歳とか2歳の子たちの教室にねお世話になったんですよ。もう可愛くて、もう本当に可愛くて、へーみたいな、ずっとお膝に座ってるし、もうずっとあ可愛いと思って、でそれがちっちゃい子たちで、で次行くのが4歳から5歳だっけの子たちで、4歳から5歳ってなったら結構自我を持っているじゃないですか。自我を持っているからちょっと不安だったんですよ、行くのが。ちょっと不安だなと思ってガラッて教室入ったら、もう可愛くてもう本当に可愛くて、足にしがみついてくるんですよ子供たちが。私その時中二だったから、中二だったからさ、だからその8入って間もないくらいかな、くらいで細かったんですよ体が。今も太いわけじゃないんですけど、全然太いわけじゃないんですけど、その時マジで棒のように細くて初期をしてる方は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ細くて、その細い足にもうちっちゃい子たちがしがみついてくるんですよ。もう可愛くて、何みたいな。そう、可愛かったな。いや、保育園の先生になりたいな。いや、もちろん大変なこともたくさんあると思うんですけど、あるね、そのクラスでなんか結構モテる男の子みたいな子がずっと私のお膝にねお座りしてるのよ。可愛かった。でその女の子がなんか「まるまるくんあっち行こうよ」みたいな言ってるんだけど、その男の子はずっと私の膝にいるの。可愛かった。もう今思い出しても超可愛かったな。保育園の先生になりたいわ。可愛かった、マジで。もう本気でなりたいと思ったもん、その時は。可愛すぎて可愛かったな、ほんと。私保育園の幼稚園だったんですけど、幼稚園の時本当におませちゃんで本当におませててですね、まあ俗に言うバレンタイン、さっきの七夕で○○ちゃん、1日目は○○ちゃんと結婚できますように、2日目は平野ちゃんと結婚できますようにって書いてくれてた、その短冊に書いてくれてた男の子にバレンタインのチョコを私に言ったんですよ。今でも覚えてるのはキティちゃんの方にチョコを流して、なんかその子に届けに行ったんですよ。もうメガネ屋さんでその子のお父さんが働いてるから、その子のお父さんのメガネ屋さんまで行って、そのさ、お父さんに「まるまるくんに渡してください」って私に言って、でもう一人でめっちゃ満足してたんですね。そしたらもうちょっと切ないエピソードなんだけど、こっからちょっと切ないエピソードなんだけど、私のことを好きって言ってくれてたある男の子がいたんですけど、その男の子ね、ずっと家の階段でね私来るの待ってたんだよ。待ってたんだけど私来ないかな、もちろんメガネ屋さんに行っちゃって来ないかな、めっちゃ拗ねてたらしいです。で後日申し訳ないと思った私はちゃんと作って持ってったの懐かしいな。このエピソードもね、いつだっけな、いつか聞いたんだけど忘れちゃった。懐かしいな、幼稚園のバレンタインエピソード懐かしいです。そう、懐かしいですね。それではですね、クイズが終わったということで、この枠は20時34分なんですけど、20時34分なんですけれども、今から性格免許証というものを作っていきたいと思います。こちら、おー危ねえこちら S 君に借りました iPad、 これのヤフーのところで
ヤフーのところで性格免許証って調べるんだよね。性格免許証、性格免許証で、このハニホーっていうこのサイトがあるんですけど、このサイトを使って性格免許証っていうのを作っていくんですけど、ちょっと縦にしたいな。わ、 iPad ってさ使い慣れてないからすごい使いにくい。検索履歴見てみよう。検索履歴見れるのかな、どうやって見るんだろう。うわ、何も面白くない。サード書き方、なんとか角島の歴史、竹島わかりやすく、なんとか島のなんとか歴史、試合で勝つためのトレーニング、ウィンネア VS チームレジェンド OB、 ピラミッドとは、ピラミッドを作った理由、5分で分かるピラミッド、歴史や建設。うわ、頭痛くなってきた。なんだこの面白くない検索履歴は。サッカーと勉強のことしか調べてないんだけど、もっとね、もっと恋心とか調べてたらめっちゃ面白かったんだけどな。ってことで、こちらの性格免許証を診断していきたいと思います。えい、あなたの名前を入力してください。奥本ひなの、奥本ひなの、ひら、次の質問、あなたの性別を入力してください。女性。次の質問、あなたの生年月日を入力してください。200310月9。次の質問、あなたの感じ方や発想について当てはまるものをすべて選んでください。数字や文字に色か音または匂いのようなものを感じる、そういうイメージがある。いいえ、オリジナルの歌や踊りが自然と出てくることがある。はい、妄想のストーリーを紙に書き起こしたことがある。私これね、小説書くのがめちゃくちゃ好きで書き起こしたことあります。仮に芸術鑑賞でどう感じたかが大事と言われても、何も感じなかったり、どう感じるのか正解なのか考えてしまうタイプだ。うん、考える。どういうことって思う。仮に好きな絵を描けという宿題が出ても、何が正解なのか考えてしまうタイプ。好きな絵を描けって言われても別に困らないかな。ってことで、それは違う。次の質問いきます。あなたの人柄について当てはまるものを全て選んでください。割と高齢者の人生、昔話なのに興味がある方だと思う。興味を持って聞ける。うん、歴史を学ぶとその当時の生活や人の気持ちを持ってロマンを感じる。うふこい、めっちゃわかる。むしろ歴史を知ることについてあまり面白いと感じない方だと思う。いや、アホっぽい小学校高学年の男子を浮かべた場合、自分は割と好きだなと思う。可愛いアホっぽくさがいいなど、よそれは思わない。例えば極寒の中で酔っ払って寝ている人が見たら心配になる。別に正直全然心配にならない。自業自得、または迷惑だなと思う。自業自得とか迷惑だとは思わないけど、別に心配ではない。友人がひどく傷ついた時には自分も胸を痛めたりショックを受けることが多い。うん、話を聞いてほしいという人の意味がわからない。聞いたら何か解決するのと思う。思わないね、それは。あなたの価値観について当てはまるものを全て選んでください。服装や体型など努力できるところをしない人のことが割と嫌だ。まあ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 。日本はあまり弱者や少数派に対して優しくない社会だなと感じる。うん、
世間で流行っていることを割とバカにしたりなかなか受け入れようとしない方だと自分で思う。いや絶対そんなことない、流行り大好き流行り大好きです。他の人のいろんな職業や特技、生き方などにいちいち感心する。すごいなと素直に思うことが多い。まず知らない。他の人が好きな音楽とか他の人がハマっていることなどにほとんど興味がない。あまり知りたいと思わない。まあ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 、自分の興味があることが大切かな。日々の生活を振り返ってあなたに当てはまるものを選んでください。そこそこ楽しいことはあっても心からやりたいこと、実現したいことは特にない。まあそこそこ楽しいかな。心からやりたいことをどうだろう。逆にやりたいことが多すぎて、あ、これだ。逆にやりたいことが多すぎて時間が足りないと感じる。それはわかる。すぐ疲れたりダラダラしたくなる方だ。うん。睡眠時間が短くても割と何とかなる方だ。いいえ。旅行先では時間がもったいないのでできれば朝から活動したい方だ。いいえ。空港のベンチなど場所が悪くてもそこそこ寝れる。はい。コース料理などゆっくり進行する料理、食事が割と苦手だ。はい。旅行するときに荷物が多くなる、あまり減らせない方だと自分で思う。はい。体力や時間の限界はあるが活動限界まで活動したいし、スケジュールは入れたい方だ。いいえ。あなたの正直な気持ちを思い返してなんとなく当てはまるものを全て選んでください。なんとなくだからね、いいのかな。正直自分は何かとコツをつかんだり理解するのが早い人だと思う。はい。正直あまり尊敬することがないし、めったに人を褒めたり認めたりしないタイプだと思う。いやそんなことはない。よく人と比べて自分が嫌になる。いいえ。正直自分をいじりづらい雰囲気というのは自分から出ていると思う。はい。むしろ自分は他人から見ていじりやすい人間なんだろうと思う。なんか私いじられることがあまりないんですよね。いじられること、友達からとかはね、いじられることはあまりほとんどないかな。なんか世の中分かってない人ばっかりだなとよく思う。分かってない人が多い。人としてこの人にはかなわないなと感じたことが一度もない。誰に対してもそう感じることはない。いや、あなたの感じ方について当てはまるものを全て選んでください。心から友人など周囲の人たちに感謝している、ありがたいと思う。将来のことを思うと不安しかない。はい。あれ外れちゃった。お気楽に開き直って生きていこうと何度思ってもすぐ不安になって落ち込んだりする。そんなことない。生まれ変わってもまた自分に生まれたいと思う。いいえ。自分は何事も楽しんで努力できる方だなと思う。うん。誕生日を祝われたいという気持ちがほとんどない。それはない誕生日祝われたくない友達いんのかな。明日のやるべきことを考えて眠れないことが結構ある。いいえ。待ち合わせ場所に早く着きすぎることがよくある。逆だ逆だ。グループや複数人数で協力するときに人任せにする、やってもらう、頼み事をするのが苦手だ。逆だ。誰かに物を借りた状態だとそわそわして落ち着かない。いいえ。割と自分はそんな時代に生きてると感じる。うん、まあまあウイルスとかいろいろありますからね。次の質問いきます。あなたの人柄について当てはまるものを選んでください。今まで生きてきて人の興味を引くようなエピソードや経験談などが自分には全然ないなと感じる。いや、興味を引くようなエピソードしかないね。初対面の異性と2人で食事をするとして相手が会話をリードしない人だったら相当に困る。いや、困らないな。初対面の異性と2人で食事をするとして割と様々な分野の話について興味がある方だと自分で思う。あ、分野の話についていける、興味がある方だと自分で思う。まあ話は得意だからね。日々努力している、打ち込んでいること、頑張って極めようとしていることがある。ある。4人以上で話すときでも割と笑いを取れる方だと思う。4人以上で話すときに自分に主導して笑いを取るという考えはにくい。ほぼないと思う。いや、何かを思いついてワクワクして寝れないこと、急に猛烈に活動したくなることがたまにある。ある。急にひたすらゲームしたくなるときとかあるからね。疑問や課題があるとずっと頭から離れない方だ。四六時中気になってしまう。それはないあなたの性格的な傾向や考え方について当てはまるものを全て選んでください。
経験の有無はともかくしてコスプレして人前に出るなどという自分にはできない、心に合わない。いや、コスプレしてみたいと思う。夢の国で何か被り物をしたりパーティーで賑やかにするために変な格好をしろと言われたら割と喜んでやる。うん。ニュースや噂話などで発信源や信憑性などをかなり気にする方だと自分で思う。 いえ、でもマジでニュースとかにねあったらね、めちゃくちゃ信じちゃうからね。これあのある大学で発表されてるんですよとか言われたらそうなんだって思っちゃう。ミュージカルが好きではない、話の途中でいきなり歌い出すとか意味がわからない。いや人間関係がなぜかうまくいかない、無神経に人に傷つけられまくってるなと感じる。いや、社会問題などの意見が割れるようなことについて割と自分の考えがある方だと思う。 いえ、主張の強い人間、クラスの中心人物のいるような人が正直苦手だ、怖いと感じる。 いえ、自分が悪くないようなことでもすぐに自分が悪いと思わされやすい、そういう風に持っていかれる、丸み込まれることがよくある。 いえ、むしろ自分が劣勢なことでも相手を丸め込んだり騙されるように持っていくのは割と得意だと思う。はい、あなたに当てはまるものを全て選んでください。やろうと思えば SNS やブログなどで自分が発信できるコンテンツは結構ある、そこそこ注目を集める自信がある。はい、仲間内で会話した場合発言量はかなり多いだと思う。はい、自分で何を言ってるのかよくわからないことがある。はい小学生までの自分を思い出すとよく人を泣かせたり傷つけたなと思う。傷つけたのかな。いや、泣かせたりはあったけど傷つけたりはしていない。人に聞きにくいこと、例えば家族構成や年収学歴などでも本人に割と明らかに聞いてしまう方だと思う。はい、遊びに誘われて出向いた場所で知らない人、過去友達などが飛び入り参加していたら少し嫌な気持ちになる。いいえ、行列で隣の人やタクシーの運転手などとなんだかんだ話し始めて会話盛り上がること結構ある。ある。国際交流が割と好き、また抵抗がない、抵抗ない。入学や入社など新しい人間関係が始まるときにはだいぶストレスがたまる。いいえ、むしろ新しい人間関係は楽しみにする方だ。はい あなたの得意なことや感覚などについて当てはまることを全て選んでください。ある異性にバッグをプレゼントするとして大概はその人に似合うものを選べると思う。まあ選べるんじゃないかな。ある空き部屋に割と余裕のある資金で好きなように家具などを選んで配置していいと言われてもおしゃれな部屋にする自信がない。いや、ある。自分のファッションを評価した場合無難、普通という言葉が当てはまる、または無難以下だ。いいえ、見かけしてイヤホンを聞き比べするとして多分そこそこ良質な線を言い当てることができると思う。はい、何も見ずにちびまる子ちゃんの絵を描いたら確実にまずい仕上がりになる。はい他人の服やバッグを見てシワ、ヨレ、ほつれ、汚れなど結構あれこれ気になっちまうほど、これね気になっちゃうんだよ私。これ何もあったんだっけ、ちょっと肩凝ってきたわ。クイズ番組などを見てもし自分が出るとしたら結構強いだろうなと思う。いいえ、クイズ番組などを見てもし自分が出るとしたら活躍できる気がしない。はい、テレビゲームやボードゲームなどのルールを操作を覚える段階で割と嫌なの苦手だ。はい、普通の料理ならレシピを見てちゃんと作ることができる。はい、算数や数学は世間上位 20% くらいにできると思う。いいえ、部活やバイトや仕事などで割とテキパキとやるべきことをこなそうだと思う。まあそうなんじゃないかな。試験勉強をやるとして具体的に何をやるべきだかのかの方針の決めからして自信がない、どうしていいかいまいち分からない。はい、旅行や複数人で遊びに行くなど計画を立てる、手配するのは割と得意だ。はい、いきなり中国の知らない都市にワープして無一文でスマホもないとしてとりあえずなんだかんだ帰国して家に帰ると思う。はい、お、診断結果出たよ。診断結果出ました。診断結果へ。奥本ひやなさんの性格免許証を発行しました。だって発行されちゃったよ。みんな これどうやって見せよう。
ででん。奥本ひなの好きなもの、肌触りのいい服、ミスド、自撮り、いい匂いの男子、派手な服。嫌いなもの、公衆トイレ、野宿、スパルタ教育、カニの裏側、自分の性格。思考、星一つ、自信、星四つ、芸術、星四つ、人望、星四つ、活力、星二個、愛情、星四つ。認定された特性、変態、コミュ力、何かに没頭、楽観的、無責任、負けず嫌い、広い人脈、非理論的、キラキラ感、ブレない、ノリよし、花で例えると桜。ウケるんだけど、私の免許証が出来上がりました。あ、でも花で例えると桜らしいよ私。私あのミスド好きだし、自撮り好きだしね、派手な服好きだし、なんとなく合ってるんじゃないか。ちょっとね、合ってないと思うとこもあるけど。性格診断でした。これ45分だよね、終わるの。終わり、あ、34分か。どうしよう、微妙だな。微妙ってか絶対できないか。恋愛免許証もしようと思ったんだけどな。じゃ次の枠で恋愛免許証しようかな。性格免許証でした。だ次の枠は恋愛免許証をして、時間が余ったら、余ってくれたらお歌を歌おうと思います。でも活力星2個しかないんだけど、おい。おい、活力2個しかないんだけど、こちら私の免許証でした。次も楽しみね。次はね、皆さんと私の恋愛感が合うかどうかが試されるよ。この URL さ、ツイートに貼っとくから、みんなもやってさ、リプ欄に貼ってみてよ。見たいわ、みんなの免許証。ぜひぜひやってみてください。次のありがとう、この枠ありがとうございましたツイートに貼るので。活力、そう、活力ね、芸術と愛情とね、人望は4個あるよ。やった。公衆トイレ絶対使わないし、野宿嫌いだし、スパルタ協力は嫌いだし、仮の裏側嫌いだし、自分の性格、自分の性格好きだけどな、部屋の。ということで、私の免許証はこんな感じでした。皆さんは果たしていい結果が来るのでしょうか。楽しみだな、みんなの。ちょっとこれ保存して、保存できたのかな。保存できたわ。うわ、弟 iPad の写真なんかさ、なんか勉強のやつとかなんだけど、やめてほしいわ。得点アップのさやつとかなんだけど、か荒野のスクショ。恋愛の相性抜群だったらどうしよう。もうそれはもう恋愛するしかないよ、一緒に。ということで、この枠はクイズの続きと、クイズの続きと、性格診断でした。後で、ツイッターに貼るので、皆さんやってリプランに教えてください。ということで、時間があと4分ということで、ランキング発表したいと思います。女の子の写真、女の子の写真あったかな？ちょっと見てみよう。うわー、なんだこれ。やばくね？やばくない？ここ全部さ、参考書の写真なんだけど。うわー、
公演のスクショと参考書のスクショしかない。この人やばいわこの人やばいわ、すごいな。ってことでランキング発表したいと思います。13位ベンさんありがとうございます。12位アイスカフェさんありがとうございます。11位ジュン太郎さんありがとうございます。10位ミウ48ミウさんありがとうございます。9位ミーツシーツさんあれごめん名前間違えちゃった、シーツさんありがとうございます。8位クマシロさんありがとうございます。7位黒かきんしろさんありがとうございます。6位ターボーちゃんありがとうございます。5位ベベモンさんありがとうございます。4位スノーさんありがとうございます。3位キラキラボスさんありがとうございます。2位エイチャさんありがとうございます。そして1位はドルル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 ルドン、ひろゆきさんです。ありがとうございます。ひろゆきさんありがとう、ありがとうございます。今日の1位はひろゆきさんでした、ありがとうございます。でもね弟ね多分ねスマホに隠してると思うんだよね。スマホの LINE のねちょっとね履歴とか見たいんだけどねってことで、キャッチフレーズをしたいと思います。ひろゆきもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ、もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳、のんのんこと奥本ひやのです。よろしくお願いします。イエイ、奥本ありがとうございます。皆さんよいしょ。それでは私の、免許証とクイズのお時間でした。次の枠は21時15分からということで、21時15分からの枠はですね、恋愛免許証の方を作っていきたいと思います。恋愛免許証を作って時間が余ってくれたらお歌を歌えるかなと思いますので、ぜひ見に来てください。恋愛免許証、あと履歴書もあるんだよね。履歴書の方にしようかな。恋愛は性格の方は免許証を作れたから、次は履歴書を作ってみようかな。あとでツイッターの方にあげるので、サイトあげるので、ぜひ皆さんしてみてください。教えてね結果。ということで皆様、この枠もありがとうございました。私は栗ご飯とチキン南蛮とキュウリを食べてお腹いっぱいなのでお腹いっぱいなので、この後もね元気に頑張りたいと思います。それでは、配信見てくださってありがとうございました。また後の枠でお会いしましょう。バイバーイ。3 2 1 0アデュー、バイバーイ。